こんばんばは、えー、7月24日ですね。で、22時過ぎたんですけども、これ、追撃で、ね、まだまだね、売りで取れるんだよってこと今日は解説して、今週終わっていこうかと思います。えっ、ー、とね、右の方に、ここわかりますかね。えっ、ー、と、挿入か、図形で、これです。さらにここ書きますけども、この黄色く表示してるところですよね。 ちょっとややこしくなってきましたね。黄色く表示しているところ見えますかね。もう一回書きます。ここですね。ここ。これ、陰線と陽線が106円のね、えー、390あたりで揃ってるでしょう。上が揃ってるような感じがしないです。陰線と陽線。これはもう上に行きませんっていうサインなんですよ。特にヒゲじゃなくて実線で濃く印象づけられてますから、 ここから大きく下落をたどるっていうことでね、売りが取れていけるわけです。要するに追撃です。であとはヒゲを出して陰線、ヒゲを出して陰線っていう形でもうあの下に突っ込むしかないような形になってます。これよく覚えておきましょうえ。もう何度も経験してる方はね、取れてると思いますけども、ああ、そういうもんなんだっていうのをお感じの方は覚えておけば、これ結構出ますからね。で、4時間の方に移ってみます。4時間の方、ご覧いただけるように大きく アリゲーターラインが3本下に向かってますよね。アリゲーターラインっていうのはこれですよ。えっ、ー、と、ここね。3本の移動平均線が開いて下の方に向かってるでしょ。これも圧倒的な速度で下落だということなんですよ。で、デイリーの方を見ていくと、じゃあどこまで落ちるのかなってとことなんですけども、ここ、ね、もう一度、もう皆さんにもお知らせしたと思いますけども、106円の、そうですね、えー、今ちょっと切れてますけども、 どのぐらいかな、これ。106円の945とかですかね。この辺に揃ってるわけなんですよ。もうちょっと下かな。105円の790って書いてますね。105円の790あたりまで、だからまだまだ落ちていきますよ。30ピップスぐらいは。 だから、ここから入るんだったら、売りであと30ピップス取るようにエントリーしていけばいいんじゃないかなと思います。うん、まあ、遅くなりましたね。ほんと、ここまでです。えー、あとは、おやすみなさいでございます。それでは、失礼します。